メルテンシアマリティマとは一般にオイスターリーフ、オイスタープラント、C、ブルーベルズとして知られる紫化の喧嘩植物である。北半球のカナダ、グリーンランドやスバールバル諸島の北部にまで至る砂利地で生育する。デンマークでは生育域の南端で貴重であるため保護されている。最大50センチ近い長さに育つ多年層である。過剰は最初は 赤みがかった花の三房を形成し、後に明るい青に変化する。葉がきの味がすることから、オイスタープラントと呼ばれる。ゴドル、アンマリット、オスターサールト、ストアノルスキーリグジコン、オスロ、ノルスクネティリグジコン、2012年9月25日、閲覧。プランツプロフィール、ユナイテッドステーツデパートメント・オブ・アグリ、2015年11月12日、閲覧。 浜弁慶僧、米倉康二、梶田正 BG プランツ和名学名インデックス。ありがとうございます。